ストン。ようこそ新たなる総統の居城へ、マルキア殿、レティシア王女。何しに現れた。皇帝陛下の命で皆さんに総統ハスコピアムの軍門に下る意思があるのかどうかを確認に来たんですよ。あると思うか。一度ならず二度までもニルベスとトラス専属の聖地を踏みにじりおって。マルキア殿のご意見が皆さんの総意であると。残念です。ですが皇帝陛下は慈悲深いお方、皆さんが断られることを承知でなおも機会を与えると仰せです。皆さんもまた皇帝陛下が守るべき宇宙に生きる人類だからこそ、拒んだ者たちには今のままでいることの不便と不幸をその身に知らしめよと仰せでした。その姿を見せられて考えが変わるとでも思っているのか。この姿を見て考えが変わらないならあなたもその程度の人間ということ。マイズ処理の不適合反応は、元が正常なスコピアムだったものを無理やりに改造したのだろう。何にせよおとなしくやられるわけにはいきません。来ます。まだまだいけますよね。活路を開く。エステリー系、これでも英雄の血筋なんです。この衝撃が耐えられますか。回っていこう。私に捉えられる。おっと、頑張らなくても。これって無敵な感じしません。これでも英雄の血筋なんです。まだまだいけますよね。我々の理想を理解しない。この衝撃が耐えられますか。これでも英雄の血筋なんです。皇帝陛下の冒頭の優しさが貴様らにはわからんのだ。自分で自分が優しいと言うやつなんて誰も信用しないよ。愚かな、愚かな。他人をすぐバカって言う人間なんかもっと信用できない。私を捕らえるの邪魔だ。この衝撃が耐えられますか。お前のことなんだかんだ嫌いじゃなかったんだぜ。なんでそんな風になっちゃったんだよ。未開惑星の将軍不正が何を言う。帝国を裏切り古い肉体に縛られた貴様に何も言う資格などない。そうだな、お互いどこまで行っても裏切り者だ。だからこそ今のお前を理解してやれるのは俺しかいないと思ってたんだ。悪いな。これでも英雄の血筋なんです。
するのだ。なんて、ベランジェ大佐、ロラ、どこに、何も見えない。ローラか。何も見えない。ガストン、何か言い残すことはある？お前のことは本当に大切な仲間だったんだ。だからスコピアムになってほしくて。もっと違うやり方だってあったでしょ、バカね。そうだな、そうだった。違うやり方なんてすっかり忘れていた。ベランジェ大佐には私が謝っておくわ。今はゆっくり眠りなさい。それ結局後で大佐に怒られるやつですよ。だから自分で。電脳融合してるってことは、やつもボルドールみたいに復活するのか？しない。ガストンのスコピアマイズは不完全だった。通常融合がオーバーロードした挙句の事故だ。彼のスコピアマイズが彼自身の意思だったのか、そうでなかったのかはわからない。ディマちゃん、ボルドールに対抗する方法はわかった？まだ判断材料が少ない。先に進まねば。行きましょう。こんなこともう終わらせないと。残して行くのか？彼はきっと本気でスコピアムとの融合を受け入れていたんです。だから。そうだな。この塔をどんどん上に登っていく必要があるってことだな。ええ、行きましょう。登ればいいのかな。外から見た感じだと相当でかかったぞ。ひたすら上を目指すしかないということですね。どうでしょう。センサー波が遮断されている影響で、私もこの中では標高を測れません。上を目指し続けるしかないってことですね。敵です。やるしかないです。警戒態勢を。手刀よ。チャンス。解いてくださいよ。アクセラレーター。うまくいった。
挟む。出力低下。構成反応。活動停止。稽古が進む。前方に構成反応を検知。あさり、出力低下。ゴー、警告、エネルギー残量不足。危険。構成反応。活動停止。まだいける。顔を上げていこう。お願いします。いつでも行きます。なんてことを。成功は無意味。頼みました。感謝します。これでいかがですか。電波を継続不能。しっかりしてください。頼みます。成功率低下。感謝します。エネルギー残量不足。これでどうですか。出力低下。習得物。力が溢れてくるよ。頼みます。完全反応。活動停止。ここは静かだな。一休みしていってもいいだろう。チャージ完了。しないでくださいね。遊んでくる。受けるべきですね。あれ、行き止まりみたい。他の道を探してみましょうか。逃がしない。下がってください。ミーナさん、追っ手はもういないようです。もらっちゃっていいかな。えっと、いけないみたいですね。仕方ありません。戻ってみましょうか。
あれは敵だわ。戦闘態勢を取ります。ここで止まらなきゃ。ここまで来れば大丈夫そうです。やけに静かですね。休めるときに休んでおいた方がいいぞ。やります。ようこそ星の世界の子らよ。いかがかな、新たな総統の城は。ヴァルダール、ガストンのことは残念だった。彼は私に心酔してくれていて、ネットワーク内での総統の存在をより強固にするために自らスコピアマイズに志願してくれたのだ。だが結果は知っての通りだ。よくもそんなことを。彼の人生とその結末はネットワーク内で共有され、スコピアムの進化の小さいが確かな礎となることだろう。素晴らしいことだ。ヴァルダールを観察していると、スコピアムの融合進化の問題点がはっきりと浮かび上がってくる。ならばその問題点を共に解決し、共に進化しようではないか。特別なリュマよ、君はなぜ私が提唱する総統派への融合を邪魔しようとする。ヴァルダール、いや、あえて総統と呼ぼう。お前の行いはスコピアムの融合ではない、単なる侵略であり征服だと断定する。これを侵略だとするその判断がスコピアムの進化を停滞させていたのだよ。これからのスコピアムはより積極的進化を目指す。さあ、星の世界の子らよ、共にスコピアムネットワークと接続し、銀河に繁栄を築こう。お断りします。頑固なことだ。だがネットワークにはそのように言いつつ、最後には融合を選択した多くの人類の存在が記録されているぞ。なあ、おい、まさかあいつも。まだスコピアマイズには至っていない。だが融合の深度が増している。ヴァルダールさん、ロラさんがあなたのことを待っているんです。もうこんなことはやめてください。無駄だ。融合経験のあるこの男は再度の融合でより適合性を深めた。私と共に新たなスコピアムの進化を深めることを選んだのだ。ヴァルダール、彼らを説得するのだ。結局お前も何がしたかったんだよ。引き返すことができなくなった。それだけだ。ガストンは死んだ。ガストンだけではない。故郷の同胞、スコピアムと融合した者、しなかった者、このアスターの人々、多くの犠牲の末に私はここに立った。惑星ビープスをスコピアムの手から解放したかった。皇帝陛下ならば、総統派ならば、それをなすことができる。ネットワークに働きかけ、ビープスをスコピアムから解放できる。今ここで皇帝陛下と歩む道を止めてしまえば、
み出してきた犠牲全てが無駄になる。そう思い込んでるのはお前だけだ。生きてりゃいつだって引き返すこともやり直すこともできるんだ。していいんだ。目を覚ませ。お前を待ってる奴はまだいるんだろう。なんでそんなこと言うんだ。ベランジェさん、私はこの道を進むと決めた。私が自分で決めたのだ。ロラにはそう伝えてほしい。なんてことは悪用だ。来い先行できる。リマ、私の道の正しさを証明するために。ちょっと回してこうです。うん、しすぎました。終了。ひとましていこう。受け、力を引き出しましょう。まだいける。おっと、まだまだ抜けたんだね。クリア。ミキ、勝てよ。これって無敵な感じしません？全然協力がない。お願いします。まだまだ勝てますね。主攻性の戦場に足がしてここで頑張らなくて。これはここ。一応つなぐのみ。まだ切り札だったりしません。すぐ助けます。待ってて。これでどうです。ダメです、しっかりして。警告、エネルギー残量不足。集中。
ベランジェの選択だったのだ。何？惑星ビープスのスコピアムからの解放がそやつらの願いだった。だがスコピアムとの融合を選択する者が大多数を占めた結果、ベランジェたちは違う方法を模索した。すなわち相当派に類する存在となり、スコピアム側にビープスから分離するという進化を促す選択をさせるということだ。分離による進化だと？それこそありえない。そうだ、ありえないのだよ。だがありえない方法に希望を見出し、それにすがり力を得るためにスコピアムとの融合を選択し果てた。融合こそが人類の進化の唯一の解である少佐だ。おい、ディマ、そろそろ何かボルドールを倒すアイディアは出ないのか？あのボルドールと戦闘を開始してくれ。最終検証はそこからだ。お前のそういうとこブレないな。まだ抗うか。それも良い。それもまたスコピアムの進化の糧だ。構成反応を検知、警戒態勢を。警戒を。なぜそこまでしてこの星をニルベスと融合するのです？ニルベスだけではない。無論オーシリアスもバイルも融合する。どうしてこれだけの力を？なぜ理解してもらえないのか。まさに今救済の第一歩を踏み出しているのだぞ。これ以上銀河連邦相当派に協力しないわ。気にすることはない。いずれ銀河連邦も再びスコピアムの一部となる。なぜ融合を目指すのです？その進化の果てに何があるのですか？今その質問に答える時間がない。お前とは今度じっくり語り合う時間が欲しい。なぜ強い力を持つ人間ほどスコピアムとの融合を強く拒絶するのか。おい、待ちやがれ。いいデータを手に入れた。また相まみえるとしよう。次に出会う時は色良い返事を期待している。
これじゃ何の解決にもならないぞ。一体どうしろってんだ。エレナ、ボルドールの生体反応を検査してほしい。生体反応なし。完全に意識が途切れたようです。無事データ化されたということだ。ここからは私の出番だ。準備が良ければ皆一箇所に集まってくれ。今確信を得た。スコピアマイズした相手を捕捉するならば同じ地平に立たねばならない。おい、結局俺たちに融合しろっていうのか。その通りだが、あくまで疑似的にだ。何？パラピアムで学習施設を利用したな。あの時のように仮想的にスコピアマイズと同じ次元にシフトする。ネットワークに侵入しさえすればその中にいるボルドールを追跡し、その根本を断つことができる。だがガストンはそれに失敗したのだろう。誰しもができる技術という話ではなかったはずだ。だから仮想なのだ。ボルドールのように肉体の死と意識の死が切り離された状態にはならない。ボルドールを追うためにネットワークに侵入こそできるが、意識と肉体いずれかが死ねばどちらも死ぬ。その仮想スコピアマイズは私にも可能なのですか？可能であると推察する。どこでどうやる？今この場でだ。このタワー全体が融合プラントと同じ機能を有している。おそらくこの星の人間と一度にできるだけ多く融合するためだろう。言ってしまえば意識だけスコピアムネットワークにダイブするようなもんだな。その間俺たちの肉体はどうなる？この空間に留め置かれ、意識を失ったような状態になる。この場で意識を失えたと？ここは敵地だ。自分の動かない肉体を放置するなどできるはずがないだろう。レティシア姫、無事？ローラさん？大佐。レティシア姫、ガストンと大佐のことありがとう。何もできませんでした。私は。そんなことはないわ。ガストンは手遅れだった。でも大佐はまだ生きてるわ。本当か？元はといえばこの星にスコピアムを呼び込み、皇帝陛下の心を変えてしまったのは私たちよ。その償いを今ここでさせてほしいの。皇帝陛下を倒しに行くんでしょ。体の護衛は私に任せて。お願いします。デマちゃん、行こう。全員一箇所に集まれ。仮想スコピアマイズのためのデータ化を開始する。電脳融合。スコピアムと融合するとみんなこんなものが見えるものなの。ああ、知識を共有するってこういうことなのね。この流れ一つ一つがスコピアムの、私たちの、ボルドールの。どうなってるの？流される？待って、みんな。このままじゃ私ボルドールの流れに。レティシアさん、こちらへ。エレナさん、落ち着いて私についてきてください。飲み込まれたら分解されかねません。わかりました。なぜこんな場所が。私のメモリとレティシアさんの記憶の中から最も共通して印象深い場所という属性で処理されている場所のようです。
とはいえ、実は私自身なぜこの場所なのか判断しかねています。この場所で私はレティシアさんと何かの共同作業をした記憶が多分ないと思います。だってここにいた時エレナさんはダウンしてましたから。え？オートでクーデターが起こった時のことです。処刑を待つ身の私の前で微動だにしないエレナさんが倒れていました。私はエレナさんが殺されてしまったものとばかり思って。でもロラさんが言ったんです。エレナさんは人間じゃないって。ロラさんの言ってる意味が私には分かりませんでした。だってエレナさんは生きている。私たちと一緒に戦って笑って怒って旅をしていたのにって。ですが事実私は人間では。アンドロイドという存在について理解はしました。でも結局私にとってエレナさんがどういう存在かというより、旅の仲間で国を救ってくれた恩人で、それにお友達です。人間かアンドロイドかなんて些細なことです。レティシアさん。だからかもしれません、私はエレナさんのことをずっと人間だと思っているから。 JJ さんやスコピアムのことを早いうちに受け入れられていた気がするんです。うぬぼれかもしれませんけど。レティシアさん、私も思い出したことがあります。ダウンしていた間のことです。え？クーデターの時、ローレンスロジスティクス所属アンドロイドである私はクロエの安全だけを確保し、レティシアさんたちを見捨ててレイと合流するべきでした。それが私の通常オペレーションでした。それなのに私はレティシアさんたち全員を守らねばというプログラムを自分に走らせていました。そしてダウンした私のメモリに最後に記録されていたのは、不可避のダウンを予測する直前のレティシアさんを守りきれなかったという後悔でした。理屈に合わないことです。ダウンしている間は新規の情報は取得できないはずなのに、ここで倒れて指一本動かせない私はレティシアさんを守れなかったことをずっと後悔していたんです。そのことを今思い出した。これは多分それはエレナさんの心がそうさせたんじゃありませんか。心？機械生命体に心があるのなら、機械から生まれたエレナさんにそれがあっても不思議はないでしょ。 JJ さんにもリュマちゃんにも目の前のことを認めたくないという気持ち、心の動きがあった。まだわかりません。でもそうであったら良いと考える自分がいます。私もそう思います。今からそれを確かめに行きましょう。ええ、ありがとうございますレティシアさん。友達のためですから。